こんにちは、ひなたです。今日は骨格ウェブさん向けの筋トレとエクササイズをやっていきたいと思います。プラスでアイドルがこぞって行っている体幹を鍛えるピラティスもやっていきます。体幹を鍛えることで体脂肪を落としつつ筋肉量を増やして代謝アップにつながるので痩せやすい体を作ることができます。骨格ウェブさんっていうのはむくみやすい体質の方が多いので、最初にストレッチでむくみ取りをしてから筋トレの方に移りたいと思います。で、足のむくみ取りはこうやって手でむくみを取ってもいいんですけど、今回はユーリットさんのホームピラティスセットを使ってむくみを取っていきたいと思います。これはデコボコがあるので、あの指でこうやって押したりするよりもすごく効率がいいし、筋肉やっぱ脂肪を刺激することができるので、これを今日は作っていきたいと思います。私はあとこの筋膜リリースのポールとかもよく使って足をほぐしてます。これをこういう感じでセットして、まずふくらはぎからほぐしていきます。それでは10秒ずつやっていきます。これがない方は手でやっても全然いいんですけど、中の筋肉をゴリゴリほぐすような感じでやってみてください。続いて左足をほぐしていきましょう。次は太ももの裏側をほぐしていきます。続いて反対側です。続いて老廃物を流してむくみを取るエクササイズをやっていきます。きちんと骨盤の上に座ってパタパタと足を動かすことで血行を良くしむくみを取っていきます。次はふくらはぎをしっかり伸ばすストレッチを行っていきます。後ろ足をつけたままぐーっと重心を前の方に移動させていって、左側のふくらはぎ裏を伸ばしていきます。次はその状態のまま左足を上下に動かしていきます。続いて反対側の足です。右足を上下に動かしていきます。スクワットは全身を鍛えられるトレーニングなんですけど、主に太ももとお尻を鍛えられて効率的に代謝を上げることができるトレーニングです。で、足幅を広めに置くことによって特に内ももの引き締めに効果的です。私は両手を胸の前でグッと押しながらやってるんですけど、これによって胸の筋肉も刺激しながら行うことができます。お疲れ様です。次は体勢を変えてバストアップトレーニングをやっていきます。
ウェーブさんは上半身にボリュームがつきにくく貧相に見えてしまう場合もあるので、こうやってバストを鍛えることによってバランスのいいシルエットを作ることができます。でこのポイントは手をひし形にして腕を内側の方に置いておくと胸への負荷をよりかけることができます。で私みたいに腕立て伏せがちょっと苦手な方は膝をついたまま行っても OK です。じゃあ次は実際にピラティスの運動をやっていきたいと思います。実際ピラティスに通いたくても時間がなかったり、まあ、家で最初始めてみたいなっていう方であったり、あとピラティス通ってるんだけど家でもやりたいなっていう方向けにおすすめの商品になっています。これにゴムバンドを装着してやっていきます。それでは足を動かしながら体幹と腹筋を鍛えるトレーニングをやっていきます。ゴムを足に装着することでゴムの抵抗でしっかり体幹と腹筋に効かすことができます。これがない方は上半身を床にベタッとつけて同じ足の動きをやってみてください。でこのポイントとしてはお腹に常に力を入れながら腰が浮かないように気をつけてやってみてください。最後この状態でキープします。はい、 OK です。次は装備を外してまた腹筋トレーニングをやっていきます。このエクササイズでは足をクロスすることによって内ももにも効かすことができます。しっかり足をクロスさせながらやってみましょう。次は腹筋、下っ腹にダイレクトに効くトレーニングです。続いて足トレに入っていきます。これは足に力を入れながら効いているのを感じてゆっくり下げていきます。地面スレスレで上に上げていきます。続いて反対側の足をやっていきます。続いて内ももを引き締める足パカトレーニングをやっていきます。これ
それは内もものストレッチにもなって、内ももは体幹につながっているので、どちらも鍛えることができます。あとはこの動作で足の歪みを整えることもできます。このゴムがない場合はさっきと同じでゴムなしで同じ動きをやってみてください。お疲れ様です。続いて太もも裏とお尻を鍛えるトレーニングをやっていきます。常にお尻に力を入れることを忘れずにやってみてください。続いて反対の足をやっていきます。このゴムの長さの調節は白いボタンを押すだけでできるので、すごく簡単です。ゴムの抵抗が結構あるので、このゴムなしで行う時よりもさらに効かすことができている気がします。ラストはプランク1分間です。これは体幹を鍛えるのにすごくいいトレーニングになるので、最後の一踏ん張り頑張りましょう。ポイントは肩の真下に肘を置いて、お尻を浮かせすぎず落ちすぎず、頭から足先まで一直線になるように意識することです。顔を上げてやるとさらにきついので、余裕のある方はやってみてください。あと30秒です。お疲れ様でした。